皆さん、こんにちは。ブロガーの加速です。雨上がり決死隊が解散したことについて、なぜかですね、宮迫氏がもう一人バッシングされている状況で、なんか YouTube 始めたのが悪いみたいなことになってですね、なぜか宮迫氏が謝罪動画みたいな YouTube の動画を上げてますけれども、なんかおかしくないですかっていうことを疑問に感じる人はいないのかなという。単に宮迫氏はもともとテレビに戻りたかった、アメトークに戻りたかったのに、テレビ局や吉本興業や他のテレビ業界関係者が意地悪をして、要はテレビに戻さなかったわけですよね。で、仕方がなく YouTube 始めたわけじゃないですか。で、それをなぜかなんか YouTube 始めた宮迫氏が悪いみたいになってて、いや、なんか2年間何もさせずに、一切の活動させずに、テレビのも戻させもせずに、いや、戻りたいって言ってた人、謝った人をいつまでもいじめるっていう、ちょっとおかしくないですかと思います。で、なんかおたらさんが待ってたのにって言いますけど、いや、ちゃんとコンビで話し合えばいいじゃないですか。ちゃんと2人で話し合えなかったんでしょっていう、だからなんか一方的に宮迫氏が悪いみたいになってますけど、単にコンビでちゃんと話をしなかった、なんか黙って待ってますみたいな、で、裏切られましたって、なんかすごい醜いじゃないですか。コンビなんだったらちゃんと話せばいいのに、ただ黙って待ってましたっておかしくないですかと思います。で、なんかこの、まあ、宮迫氏の、その謝罪についてもそうですし、まあ、宮迫氏をバッシングしてる側とか、まあ、蛍原さんもそうなのかもしれませんけれども、なんかもうテレビが格上意識っていうのが強すぎるんじゃないですかと。もう YouTube は格下だと、テレビは格上だと、なんかこの意識がこびりついてるからおかしなことになってるんじゃないかなというふうに思います。で、特に宮迫氏はですね、もういい加減テレビが上で YouTube が下っていう意識を捨てるべきだと思います。私別に宮迫さんがそんなに好きなわけじゃないですけども、で、だけども彼は頑張ったわけじゃないですか。だってテレビ干されて、やむを得なく YouTube 始めて、痛い裸のプリンから始めて、本当に初め痛々しくて、なんだこの気持ち悪い番組やみたいなところから始めていったけれども、ね、一つ一つ積み重ねていって、登録者数を増やしていって、今では立派な YouTuber になったわけじゃないですか。だったら、なんか、テレビが上で YouTube が下っていう意識を持ちながら YouTube やってるっていうのは、なんか宮迫氏はそれは YouTube の視聴者に対して失礼だと思いますし、間違った認識なんじゃないかなと。なんか結局、まあ、これすごい、意地悪な言い方ですけど、結局、宮迫さんはなんか YouTube を使ってテレビに戻るための道具にしてたんですかと、もちろんそれはそれでいいんですけど、ただ別になんかじゃあテレビに戻れたらもう YouTube いらないのかみたいな話で、宮迫さんのところには YouTube のファンもついてるわけじゃないですか。テレビなんか見てないけれども、なんか YouTube で宮迫さん面白いから見ようっていう人もいるわけで、なんかそういう人たちに対してこれだけもう YouTube ね、2年ぐらいやってきて、チャンネル登録者もいて、応援してくれる人もいるのに、いつまでもなんかテレビが上で YouTube が下、なんかアメトークのね、なんか場面がすごくて、YouTube が下って考えるのは大間違いなんじゃないですかと。で、特に例えばね、中田敦彦さんがウィンウィンウィンという番組を作ってくれて、まるでテレビのような番組を作ってくれて、宮迫さんを呼んでくれたりしたわけじゃないですか。まあ、正直言って、中田敦彦番組、ウィンウィンウィンを見る限り、宮迫さんなんていらないわけですよ、これ、ひどい言い方をしたらね。もう中田敦彦だけで十分成り立つわけじゃないですか。でもそれを宮迫さんのことも思ってて、ああいうセット、テレビのようなセット、素晴らしいセットを作って、で、しかもね、中田敦彦さんはシンガポールに行ったからって言って宮迫さんに託したりしてて、もうだからなんかテレビが上で YouTube が下とかじゃなくて、YouTube もテレビも別にどっちが上下とかないんですけれども、いつまでもなんか宮迫さんがなんか今回も謝ってるみたいに、なんか YouTube 始めたのが悪かったとか、なんかテレビの方がすごいみたいな、そういう意識を持つっていうのは、なんかその YouTube を見てる人にとって失礼なんじゃないかなと。だから今後、もうコンビも解散して、もうテレビ出ることもないんだったら、YouTuber として自分の面白さを発揮すれば、ね、で、YouTuber のヒカルさんとコラボしたり、それで頑張ればいいのに、なんでなんか未だにテレビが上で YouTube が下で、なんか YouTube はなんかテレビに出るための叩き台みたいな意識をいつまでも持ってるのかなっていうのが、なんか謝罪っぽい動画の非常に残念なところかなというふうに思います。
で、まあ、結局もう今の時代、テレビと YouTube どっちが上とか下とかないわけですよ。で、それぞれ別に役割が違って住み分けをしているわけですよね。まあ、ただ、今後の流れを考えたら、テレビはオワコンになり、YouTube はどんどん流行るっていうのはもう、それは誰の目にも明らかで、特に今ちっちゃい世代なんかはテレビ本当に一切見ないですからね。ずっと YouTube ですからね。そういう世代がどんどん大人になったらテレビなんか見ないわけですよ。YouTube しか見ないわけですよ。っていうことに、まあ、なっていくわけですけれども、ただ今現状はまだ高齢者もいっぱいいるし、YouTube のこと知らない人もいるし、まあ、YouTube の方が参入障壁が低いので、まあね、もちろん YouTube にはその変な、ね、YouTuber も多いので、なんとなくテレビが上で、なんとなく YouTube が下みたいに見られますけれども、もうそんなことないと思いますよ。で、しかもね、それこそ中田敦彦さんがやってる番組とか、ウィンウィンウィンを作ったりとか、もうテレビ以上の面白さじゃないですか。で、しかもノーカットで、もう、その何回でも別に録画しなくても、いつでも見れるんですよ。そういう時代なんですよ。だからそういう意味でテレビ完全にオワコンなわけですよね。だからなんかテレビがいつまでもテレビが上で YouTube が下でっていう、そういう意識を持ちながら、YouTube をやってるっていうのは宮迫さんは良くないと思っていて、で、だからこそ多くの人はその、ね、例えばそのアメトークに出ている人たちなんかももしかしたらそうなのかもしれないですけど、なんかやっぱりテレビに出ている俺らは偉くて、YouTube なんかやってる宮迫だせみたいな、で、YouTube 始めたからお前が悪いんだろうみたいな、なんかそういうのって全然おかしい気がしますよね。で、今やね、芸人でもテレビに出てて、ね、YouTube やってる人もいっぱいいるわけですし、YouTube で大活躍してる人もいますし、もっと言えばテレビなんか出るよりも YouTube で、ね、めちゃめちゃ再生回数稼いでる人方が、めちゃめちゃね、その利益的にも儲かってるわけじゃないですか。別になんか儲かることが悪みたいな風潮もありますけど、ヒカキンさんとか立派ですよ、本当に。ね、全然炎上系でもないのに、面白い番組で再生回数を取って、もうね、もう下手なお笑い芸人なんかよりもはるかに稼いでてっていう人がいっぱいいるわけじゃないですか。だからいい加減なんかテレビが上で YouTube が下でなんか YouTube 始めたからいけないとか、なんかね、そういうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思うので、なんかでもやっぱり未だにまだ多くの人はテレビが上で YouTube が下だって、まあ宮迫さん自身も含めて思ってるから、なんか YouTube 始めた宮迫が悪いとか、なんかごめんなさいみたいな、YouTube 変なタイミングで始めてみたいなことになるのかなと。でももう本当にこれからはもう別にテレビも YouTube も関係ないと思うので、まあ面白い番組を作って動画をね、ネットだろうがテレビだろうがそこに投稿して、読者から評価されたものが、ね、視聴者から評価された人が勝ちの時代だと思うので、まあいい加減ですね、宮迫さんも、まあ他のね、芸人とかも、見てる方々もテレビが上で YouTube が下みたいな意識は捨てた方がいいんじゃないかなというふうに思います。